あ、山田さん、ヤッホー。ヤッホー。先ほど家に帰ってきました。さん、紫だるまさん、いっぱいありがとう。おパンチ見えてるよ、おパンチちゃん。クラゲみたいなやつ、イッシーさんありがとう。こんばんは、まこたん、やっほー。今日実は1時間睡眠で朝から頑張りました。あ、嫌いな顔、嫌いな顔してた今。頑張りました。ほのたん、こんばんは。やっほん。1時間睡眠でよう今日が乗り切りましたね。先ほどお家に着いてもう眠眠です。エリちゃん、やっほー。エリさん、結局1時間しか寝てないか。まあそんなもんやな。そう、そんなもんです。初見です。みんな、ミクチャー配信審査の応援ありがとね。ミクチャーエールの毎日の投票もありがとう。残すは会場審査、7月6日よろしくお願いします。ツインテールめっちゃ引っ張られて痛い。早く取りたい。アジス、ヤッホー。かわいい、ありがとう。エリちゃん、ツインテール痛い、早く取りたい。似てにする？しません。クレープ食べたかったのに英語勉強してたの超偉い。偉いよ。クレープ食べな。今日もあざとラブリーだね。あざとラブリー。わらわら。今すぐ眠りたいんだけど、髪の毛ガチガチすぎて絶対にお風呂に入りたいから。15分配信経過しましたって出たら終わっちゃう。ごめん。カズさん、こんばんは。ヤッホー。夏染めの自分の回したいって考えたけど、相変わらずパツンパツン。いっぱい見たいよね。たくさん寝てね、おやすみ。ダメ、エリちゃん、もう行っちゃうの？アジス、
クラゲさんいっぱいありがとう。お風呂入ろう、お風呂入ろうね。みんなキャンセルしちゃダメだよ。クレオンさんフォローありがとう。毎日配信してます。私もさっき帰ってきたからお風呂入らなきゃです。お風呂入ろう。夏だめのぼっち楽しみね、楽しみにしてて。え、待って待って、わ、次のライブ夏染めだよね。わわー、やばってか日付変わって明日ってこと。みんなよろしく。坂本ちゃんどこ見るの。いや出演者、これクラゲなの。何かわかんないからクラゲって言ってる。お風呂頑張ろうって昨日も言ってたわね。日々頑張ろう、お風呂で。ローズさんやっほー。リナッチやばい、リナッチです。髪の毛さパッツンに切ろうかなと思って、でもパッツンに切ったら斜め分けにもできるし、パッツンに切ろうかなと思って。なんか最近ちょっと前髪迷子かも。お風呂キャンセルしないでね。お風呂キャンセルしない、みんなもキャンセルしないでね。ミニポニーさんやっほー。ブーパン早いから夏染め早起きやね。ねーやばいよ、なんか日々目まぐるしい日々サンド、日々目まぐるしい日々。夏染めパッツンにしようかなと悩み中。忙しいのいいことや、それはそう。ミニポニーさんハートありがとう。トシ兄さんこんにちは、坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。ミニポニーさんハートありがとう、いっぱいありがとう。まあ暇な日ほんとこの間も言ったけど、暇なのほんと苦手なんで忙しいのは全然いいんですけど。本日の私は暑すぎて布面積が精一杯少なかった。精一杯少ないという日本語、寝室単語。私は精一杯少なくすること無理だ。ぬいぐるみがたくさんね、気づけば。どうも初めまして、ありがとう来てくれて。年に毎日配信してる坂本ちゃんです。どこのアイドルですか。ぼっちっていうアイドルグループやってます。超夏染め2024メインステージ争奪戦に出演中です。頑張った。英語高校生レベルだけど大丈夫だよ。英語なんて気持ちだよ、日本語と一緒やで。うんうん、意外と可愛いもの好きだよね。え、全然可愛いものが好きだよ私。お部屋もなんかプリンセスみたいなお部屋だし、結構結構フリフリ、白とピンクとフリフリって感じだし、服もフリフリ多いし、もう今日はそうちょっと強めだけど、いつもフリフリスカート、リボン、ハートみたいなの多いし、ネイルもいつもピンクとかだし。何県のアイドルかな。東京都です。気持ちで会話できるけど試験は乗り越えられるのよ。死ぬ、それはそうすぎ。英語の試験したことなさすぎて。ベッドに何これ、天豚。今日はみくち突撃してこない、もうこの時間だよ朝早くから夜遅くまでお疲れ様です。チャイナブルーやっほー、ありがとう。
皆さん配信審査応援してくれてありがとね。残すは超夏止め1日目の7月6日の会場投票のみとなりましたけど、皆さんぜひ遊びに来てください。普通にライブもあるので、天外、天外って何、海外勤務の、海外勤務のために英語試験は乗り越えなければ。何海外勤務って。むに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 。就活？え？海外に勤務したらダメだよ。姫様のベッドみたいにカーテンついてるやつ。ああ、カーテンはついてないけど、なんていうの？ベッドドレス？ドレスベッドだよ。フリフリ。フリフリーみたいな。頼むさせてくれ。無理無理、ダメに決まってんじゃん。ミニホーニーさんハートいっぱいありがとう。さあアップデートしよう。ミニポニーさんハートいっぱいありがとう。あと2年後の話ね。ダメだよ、何年後でも。何年後とか関係ないね。可愛いアイドルをひたすら見たい。神様お願いします。私に可愛いアイドルをひたすら見させてください。今年チャンスなかったら来年は多分ないから。ほう、でもあなたのこと応援してあげなきゃダメだよね。サーカモンのバカバカ。人の職業の選択を自由に口出すアイドル。私マジで人のさ職業にめちゃうるさいしてさ、やめなよそんな仕事とか言っちゃうの。ミールさんこんにちは、坂本里奈です。ポチってアイドルグループやってます。僕のこと可愛いアイドル違うよ。ちなみに男にも口出ししてくる。プライベートに勧誘系アイドル。すぐパチンコ屋にあの勤めさせようとさせるから。私パチ屋いいじゃん、パチ屋、パチ屋で働きなよっつって。すぐ二言目には分かれない。すぐ二言目って何？あ、すぐ二言目には分かれないよ。そこまでは言ってない。優先順位下げないで。干渉、干渉、過干渉系アイドル。過干渉です。汗かきだから多干渉だしね。耳悪くなりそう。なんで？あ、パチ屋で。それお茶漬けに、お茶漬け師にしか行ってなくない？まあそれはそうだけど、あの就活に困ってる人いたらパチ屋で働けっていう。言ってるやろ。言ってないよ。優先順位を下げないで。ね、ここ脂肪、脂肪とかポニーってさせた方がいいと思う？このガリってるとこ。おい、大学卒をパチ屋に就職させる気か、親がなくいいじゃん、パチ屋だって素敵な仕事だよ。ここを入れた方がいいかな。ガリガリかな。
俺の脂肪でよかったらいくらでも提供するよ。マジでいらないんだけど。いや、プニってやらなくていい。本当に？ここ、これ、へこんでる、ガリガリ、げっそり。めっちゃ気になるんだけど、私だけ気にしてんの。ヒアル入れるの？入れたい、本当は。こけちゃって。足立区の給食って何なのか気になってる。なんかね、エビじゃないか、あ、エビかな、エビの入ったなんか白いソースみたいなピラフなんだそれ。なんかセブンに売ってた。美味しかった。気にしすぎや、毎回同じこと言ってる。え、でも気になっちゃうんだよね。こけてて可愛くない。高本ちゃんこんばんは。たけしさんやっほーこんばんは。クリームのやつそうそう美味しい。たけしさんハートいっぱいありがとう。バラもありがとう。でもそこに入れたら何したら中顔面長くなりそう。あーここ、そうかな。でもさ、要はこういうことじゃん。うん、昨日レミちゃん家泊まったの？泊まってないよ。うちらもうだ今日6時ぐらいから一緒にいたんよ。朝の6時ぐらいからフフッ仕事で。なんか親知らず抜いたみたいになりかねない。もう親知らず抜いてまだ腫れたことないからさ、シミュレーションできてないんだよね。とりあえず前髪パッツンに切ってみるわなんだその報告。早い。そう、今日それでさっき帰ってきたのよ。うちらマジ一日中一緒にいたわけ。頬にティッシュ詰めとけ。それこそ親知らず。今のままで怖いから大丈夫よ。ほんと？ちょっとそろそろやばいと思ったら言って。すぐにヒアルロン酸入れるから皆さん次のライブは日付変わって明日6日土曜日の超夏染め2024 1日目です。ライブ来てね。会場投票審査があるので、私たちに来るだけで 票はもらえるので、1票でも多く投じてください。お願いします。普通にライブもあるので。あと坂本ちゃんは願わくば1枚でいいんで、ガルフィーコラボの夏染め公式 T シャツが欲しい願わくば。しかも5票 T シャツ買うと5票もらえるんで、即完売するらしいんで急いで誰か買ってきてほしい。1000円だけお得に5票投じれるので、ぜひ T シャツお願いします。言ってすぐにヒアルロン酸入れるから怖っ。何以上みたいになるの。坂本ちゃんも今でも十分可愛いけどね。ありがとう。ガルフィーコラボ可愛いよな。ねえ、誰かゲットしてくんねえかな。僕も欲しい。ねえ欲しい。5票ももらえるので、釣り堀5回やるより安いよ。私もおでこにヒアル入れたい。絶対痛いよ。獅子道場はてな、なんだそれ。ということでみんなありがとう。お風呂入って寝ます。早かったので今日もありがとうね。遅い時間までありがとう。また明日配信します。ヒアル痛い、痛いに決まってる。ほっぺにシリコン入れたおじさん。そうなんだ。シリコンはやばい。私もお風呂入ってます。えらい。お疲れ様。ありがとうみんな。遅くまでありがとうね。おやすみ。また明日。
配信で。バイビー。お疲れ様でした。ありがとう。おやすみ。